れ？スタッフさんはどこに行ったのかな？あの部屋に行くということは。ちゃいちゃーん。ん？チュールトルに行ったと思う。よし、お出迎えしよう。そうだね、サプライズしよう。はい。スタッフさん、出ておいで。カリンちゃん、呼んだらサプライズじゃないよね。ちゃいちゃん、呼ぶというサプライズだよ。カリンちゃん、斬新。お、山が動いた。スタッフさん、こっち。こっちにおいでよ。おー、スタッフさん、いいの持ってる。何持ってるんだよ。こら、スタッフさん、どこまで行くんだよね。チュールだ。スタッフさん、猫高校するなんて見直したよね。すごい、初めて見るチュールだ。メロン、何味？よだれが出ちゃったよ。ジャイちゃん、それ何味？おー、みんなはここから見てるのか。ちょっと、パッケージ見せて。おー、あの味か。ジャイちゃん、何味？ヒントはホタテ。あ、間違って言っちゃった。え、ヒントホタテ？スタッフさん、なんだろう。スタッフさん、待ち遠しいよね。わかった、ポテトだ。だからホタテ。ほら、ホタテ。まだ？カリ好きだよ。あ、ホタテの香り、いただきまーす。あ、スタッフさん、押して。どこ持ってくの、スタッフさん。ほら、スタッフさん、動かしては食べづらいよね。メロン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 して食べるんだよね。ほら、これやってメロンメロン、これがカリの食べ方だな。もうカリちゃん、ホタテの風味も感じながら食べてる。それは人一倍感じてるやん。ほら、カリちゃん落としてるよね。ほら、カリちゃん、メロン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 カリンちゃん、この床の風味だけでご飯何杯もいけそうだよね。いけるわけないでしょ。もうカリンちゃん、冗談が通じない。チャイちゃんの冗談がシュールすぎるな。カリンちゃん、食後のお手入れしましょう。カリは後でお手入れする。カリンちゃん、後でやらないでしょ。もううるさいな。やるよ。メロンメロン。はい、おしまい。もうカリンちゃん。